お昼の部があって夜の部があって、その間休憩時間やから休むかって言ったらそうでもないわけよ。どうも、近江飛龍です。おさあ、今日もね、朝方すごく寒かったんですけど、だんだん今気温が上がってきて、今10時ぐらいなんですけどもね、朝も朝ラジオが終わって、実は今日はうちの長男の入校式だったんですよ。専門学校に進学したんでね、IT ビジネス専攻科っていう、何かようわからんねんけど、何を学ぶんだろうって。本当は4月から、授業が開始なんですけども、先だって6月までに、日商の簿記1級を目指すチャレンジプログラムの方に3月の、今日が入校式なんで4日やったっけから授業が始まって、2ヶ月で、1級を目指すという、特別授業に入ってるんですけど、大丈夫かな。1級だよ、1級。もう皆さんから聞くんですよね、簿記1級なんて難しいよって。そうあちこちから聞いてて、それを我がせがれが取れるかなみたいな感じなんですけれども、まあいいやと思って、本人にもね、軽い気持ちできなさいって、別に落ちたっていいよって、まだ次受けりゃいいんやし、そういうねものがあるっていうことを知って、まだそれを勉強して興味があるんならね、また次試験受けりゃいいからって感じで、ドンと背中を押してきました。そしたら現地に着いたら入学許可書を忘れたっつって俺も親バカやね、入り口までついてってすいません、入学教科書忘れたらしいんですけど、あ大丈夫ですよ、お名前とリストはあると思うんで、忘れたということを直接お伝えくださいみたいな感じで、感じのいい先生やったんでね、安心いたしましたけれども、なんかもう二十歳までか、2年生の学校なんでね、卒業する頃には二十歳になってる。いいね、一緒にお酒を酌み交わせる年になってる。いいね、卒業式と同時に、あ、そうか。まだその時には誕生日来てないのか。いや、来てるか。来てる、え、来てる、来てる、来て、来てるわ。おい、ちょっと待ってよ。うちの長男来年二十歳だよ。もう、まだまだ子供や子供や思ってたのに、来年二十歳、うちの子供来年二十歳やで。どうする、いい。まあ、嬉しいけどな。読んだ？今ちょうど3月8日に、シアター喜びで開催されるチケットとかね、ドリンクチケットを手作りでスタンプペッパーして作ってます。案外皆さんのところに 手に届いてるチケットってのは全部手作りやからね、こんな感じでね、ほら、あとはもうこう全部こう一個一個俺切ってるからね、これ毎回毎回やけどやってんのよ、ちゃんとスタンプペッタンして。これ夜の無限定だねんけど、これチケットとかもこれ自分で半音押して作って、一個ずつ切ってやってんですよ。案外ね、でもこうやってね、同じことをね単調にやり続けるっていうのはね楽しいよ、うん、案外こういうね地道な作業もね僕大好きなんで、グッドですね、グッドですね。よいしょっと、はいしょ、スタンプ押し終わった。今さ、これ全部押してたんやけど、このカメラ回し忘れてた。こうやってちゃんとほら全部飛龍って入ってるでしょ、これ全部スタンプ押して、もう全部これ1枚ずつ俺切ったんやからね、これ言ったけどね、見に来た人、僕の愛情も分かってくださいね、これね。ちょっとこれ、あ、これ案外気持ちいいよね、これチケット切るのもうね、これ案外ね、このチケット切りをね、実は僕も3年ぐらいやってるんですよ。なんだかんだ言ったらこのチケット切ってるんで、もうガイドラインなしで全部切る、大体目測で大体全部切れます。その昔はさ、その昔っていうか3年ぐらい前よ、東文化会館とか、地元の有田市民会館とかの公演チケット全部で1200枚とか、そんなん全然切ってたもん。
手作業、全部手作業よ。そうよ、もう手作りが売りやからね。手慣れたもんでしょうが。手がカサカサになったからできないけど、昔このソロ版やってた時のこの伝票思い出したわ今。あのソロ版やられたか、やられた方わかるでしょ。ここにポンって伝票置いて、こっちにソロ版置いてからこうやりながらやんの。なんか懐かしい。ソロ版思い出したわ。4級の試験28回落ちた時の悪夢が蘇るわ。おかげで1級取れたけど、あかん、だんだん雑になってきた。案外人任せにしてると思ってるでしょ皆さん。案外やってるんですよ。だから事務所から出てこないの。ちょっと気晴らしにさ、やりたいゲームもあるんやけど、今日はちょっとお預け。あかん、手がカサカサで今になって思い出した。あったわ、滑り止め。今さらつけても遅いわ。もう、あ、いいわ。あ、全然滑らへん。終わったわ。3枚だけ役立ったわ、滑り止め。仕事終わらなかった。今日もう6時半が限界。もう限界です。今日も止まってません。あのね、なんていうかな、その性分がなっていうか、その舞台に立ってた時、まあ今何も舞台立ってるけども、舞台に立ってる時っていうのは休憩時間っていうのがあったんやけど、休憩時間であっても休憩時間でなかったわけよね。どういうことかっていうと、お昼の部があって夜の部があって、その間休憩時間やから休むかって言ったらそうでもないわけよ。その間に稽古をしたりだとか、いろ用事をやったりだとか、いろんな用事をするための時間がいわゆる休憩時間なんですよね。その時の癖がついているのかどうか、休憩しないっていう癖がついてるんですよね。だから普通だいたいこのお昼休憩とか言ったらね、この私もお昼配信12時15分から、ね、生配信やってるんですけど、で1時間ぐらいお昼ご飯食べる時間取るじゃないですか。もう食べたらもうすぐ仕事っていう頭になってるんですよ。やっぱりね、今日はたまたまいろんな仕事が詰まってたんやけれども、今日朝7時に起きて止まってないから、7時から連続で約12時間、11時から30分動いたらなかなかきついぞ。あのお昼ご飯うどん食いに行ったぐらいですわ。いやいや、もうあろ、もう無理無理、限界限界。もう昨日もちょっと体が調子が悪かったから、昨日より断然マシやけどね。今日はもうちょっと終わります。ちょっと会計が間に合わんかった。今日は2月の末にね、やらなあかん会社の会計が終わってないんですよ。ちょっといろんな意味で2月末にいろんな用事がねババってあって、会社の仕事まで手が回らなかったんですよ。でそれがねもう2日もう押してるんで、そっちのも早くやらないといけないですね。頑張ります。頑張るで。青、あ、今消しかけたけど、ごめん。 YouTube ね、流れてる、これだいぶ当てやと思うんですよ。これ流れてるのが多分ね2週間とか後かもしれん。もしかしたらよ、撮りためてんのよ動画は。いっぱいこう撮ってんの毎日。でも編集する時間がない。だって今6時半やん。今から編集したら大体3時間ぐらい撮られるやん。だからご飯食べてる時間なくなるし、お風呂入る時間なくなるし、なんだこれ。嬉しいけどさ、忙しいっていうのは。もうまんべんなく忙しくなってほしい。もう暇な日があったら暇な日があるね、急に。忙しい日になったら忙しくなるね、その。もうまんべんなくしてほしい。もう平たくしてほしい、それを。もう、浮き沈み激しすぎる。あ、まあ、とにかく終わろう。じゃじゃん。というわけでお疲れ様です。今日も一日お疲れ様です。今日の夜ご飯はチキンステーク。
ネイティブに言うてみたけど全然ネイティブじゃないですね。レバー、え、レバーちゃうのこれ。砂釣りです。ズリーキャベチ。もやしって英語ってなんて言うんだろう。ビーンズ豆やな。ビーンズプランツ、ビーンズプランツ、ビーンズプランツ。豆、やっぱお豆さんなんや。ビーンプランツ。はい、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。はい、お疲れ。というわけで今日も一日お疲れ様でした。じゃあまた次の動画で会いましょう。じゃあね。